います。モニタースピーカーほどね、大切なものは僕ないと思うんですよね。はい、どうも、もっと言うとカフェオレーベルということで、シガーフィールズの原です。はい。今日はモニタースピーカーの話をしてみようと思います。モニタースピーカーほどね、大切なものは僕ないと思うんですよね。もちろんね、音の入り口、マイクとか、ね、マイクプリアンプ、もちろんそういうのは、の重要さっていうのは、もう何度もね、ここでもお話してきたと思うんですけども、結局はね、その良し悪しが分かるのは、出口じゃないですか。音の出口。それがまあモニタースピーカーになるわけですけども、例えばしょぼいやつだとサングラスをしながら絵を描いてるとか、なんかそういう世界なんですよね。例えば度の間違った、メガネをしてるとか、そういうので絵を描いてるっていうような状態になると思うんですよね。その空間が見えなかったり、赤っぽいサングラスをして、あの絵を描いてたらなんか変な絵になっちゃうじゃないですか。モニタースピーカーっていうのはいかにその空間をクリアに見せてくれるか、まあ聞こえさせてですけどね、くれるかっていうことが、重要になって、それが最後のやっぱ判断基準になるわけじゃないですか。もちろんヘッドホンっていうのもあるわけだし、今ね、たくさんの人がヘッドホンやイヤホンで音楽を聴く時代ではあるんですけど、やっぱり音を作るっていうことになった時に、ヘッドホンってね、ミックスとかマスタリング判断しづらいんですよ。もういいスピーカーでクリアな音像が目の前にあるっていう、このありがたさっていうのはですね、ヘッドホンではやっぱり得られないものがあるんですよね。で、ヘッドホンってちょっとボリュームを上げたり下げたりするだけで、なんかバランスが違って聞こえるんじゃないかと思うんですよね。ヘッドホンのボリューム感を判断するのってなかなか難しくて、いつもの音量っていうのが、すぐ設定しづらい。いつもよりちょっと音量上がってるんだけど、いつものように感じたりとか、人間の耳って日によって時間によって全然聞こえ方って変わってくるんで、ヘッドホンだと自分の耳リファレンスになりにくいんですよね。でもスピーカーでこれ鳴らすと、もちろんいいスピーカーですけど、いいモニタースピーカーで鳴らすと、いつもの状態っていうのが肌でわかるんですよね。その環境にすぐちょっとボリュームのね、ノブをいじるだけで、で、いつものバランスっていうのを把握できるんですけど、なんかヘッドホンってね、気づけば音量すごい上がってても平気だったりとか、で、音量上がるとまたバランスで変わって聞こえてくるんでね。僕は今はね、このあのアマテラスブランドで開発した、アマテラス 901MZ っていうのを、まあ、全部マスタリングの時もミックスの時もこれ使ってるんですけど、これでね、僕あんまりね、大きな音でやらないんですよ。大音量でやると何でもかっこよくなっちゃうというか、何でもこうね、あのアドレナリンが出て冷静になれないと言いますか、それはそれでね、音楽クリエイティブな時はいいと思うんですけども、ちょっとクールダウンしてミックスおよびマスタリングをする、特にマスタリングの時とかって大音量でやっちゃったら絶対に分かんないですよ。大音量でマスタリングしてるプロのマスタリングエンジニアって、まあ、ほとんどいないんじゃないかと思いますね。結構小さい音でやってますよ。程よく気持ちよく聞こえる、いつものバランス、いつも、音楽をリスニングするときに聞くような状況ぐらいの音ですかね。そんぐらいでやってるんで、そのいつものボリューム感っていうのが把握できるっていうことがすごくスピーカーの場合しやすいんですよね。部屋のまあ反響とかもありますし、そういうのも含めて、あ、今どれぐらいの音で鳴ってんのかなっていうのがすぐ分かる。まあ、弊社で売ってますこのアマテラス、901MZ、 これがね、自分でもびっくりするがね、よくできちゃったんですよ。このうちのね、アマテラスブランドのスピーカーって、実は一番最初の機材なんですよね。アマテラスブランドでニーブ君より早いんですよ。このモニタースピーカーで、まあ後からお話しますけど、フルレンジ一発、スピーカー1個で全帯域を出すっていうのは、いかにこういろんな作業がやりやすいかっていうのに気づいてから、もう絶対フルレンジ一発だ。もうここにね、ツイーターとウーハーがある、あの 2way3a のね、スピーカーも絶対もう気持ち悪いってなっちゃったんですね。そういう体になっちゃうんですよ、これ。これにはまると、はい、フルレンジ一発にはまるとなっちゃうんですけど、その衝撃からフルレンジ一発のモニタースピーカーを、これは欲しいなと思いましてですね、まあ自分のためであったわけですけども、まあ開発しましてですね、なかなかいいのができて、けどね、このアマテラスのこのスピーカーシリーズはこれでね、多分ね、この Z の方で5代目か6代目3代目みたいなやつの話でね、3代目
なんとかかんとかみたいなね、老舗みたいな、まあいわばバージョンアップっていう英語で言えば、もうバージョン5か6ぐらいなんですよ。ね、こことここの差は結構でかかったですよ。こう Z になってから、あ、もうこれは完成形だなってこう言えるぐらいのものになったと思ってるんですけど、フルレンジ一発の話なんですけど、私もね、いろんなモニタースピーカーを自分でね、こうやって作るまでは使ってきました。最初はね、自分が持ってたコンポの、なんかステレオのコンポの、ね、アイバとかソニーとか、なんかアイバとかだったと思うんですけどね、今アイバってメーカーあんのかな？なんかあったらごめんなさい。の、もうなんか安いコンポのスピーカーでね、卓録でミックスみたいなのをなんか始めやってた時期があると思うんですけど、なんか難しいなと、なんでこんなに難しいんだ、ミックスって大変なんだなと思ってたわけですが、そっからいろいろ調べていくうちに NS10M っていうヤマハのね、まあ昔いろんなね、あの大手のスタジオ、世界中のスタジオのリファレンススピーカーとして使われていた、あのなんかあれをですね購入して、はあなるほどと、全然やりやすくなったんですよ。こんなにスピーカーで違うんだと思うと、いろんなものにやっぱり手を出したくなるわけで、で正直その NS10M の音が好きだったかって言ったら別に好きじゃなかったんですね。いろんなそのスピーカーで 10M でいろんな音が聞きましたけど、そんなにいいかとあんまり気持ちいいスピーカーではないなと思いましてですね、まあリファレンスなんでね、まあ、みんなが使ってて、みんなが同じ環境で、まあ先ほど最初の話にも戻りますけど、みんなが同じ環境で同じボリューム感でこうすぐ作業に入れる、そこでその自分なりのいつものキャンバスが目の前に描かれるっていうことが重要なことなんで、まあそういう意味でね、テームはどこのスタジオでもまあリファレンスとして置かれるようになって、まあそれを使うのがある意味一番良かったわけで、それに使い慣れるっていうことが良かったわけですけど、まあその頃から言われてたんじゃないかと思うんですけど、スタジオモニターっぽい音だよね、なんか確かにいろいろ判断はしやすいけれど別につまんねえ音だよねみたいな、スタジオスピーカーイコールつまんねえ音みたいな、まあ、のがこうまことしやかにですね、まあ、ピュアオーディオマニアの、ね、人たちとかの中でも言われるようになって、まあそういう意味では確かにね当たってるんですよ。つまんないスピーカーでしたね、なんかもっといいものもあるんだろうなと思いつつ、いろんなモニタースピーカーをね、まあ20年ぐらい前ですけどね、渡り歩きました、まあ、ジェネリック行きましたね。今はこうジェネリック丸くなっちゃってますけども、四角い頃のジェネリック20万ぐらいしたのかな、それも使えましたし、フォステックスもやりましたね。フォステックスの、あ、これ当時ね、これ出ましたよね、これね、これちょっと一回ちっちゃいやつかな、これなんか大きいやつもね一時使ってました。 KRK のね、これ低音がすごい出てね、もう低音とは真逆みたいなスピーカーでしたけどね、これも一時使ってましたし、マッキーのこのねスピーカー、今売ってないんだな、これかな、これはね、あのレコーディングなんかとかマガジンみたいなとこからこうレビューを頼まれて、これなかなか良かったなという印象ありましたね。確かだからこれマッキーのちょっと買っちゃおうかなと思ってた頃に、いや待てよとなったんですけども、パイオニアのねパイオニアのもちょっとやりましたね、これもスピーカーのレビューでやってね、なんかカーステの音みたいなさすがパイオニア、カーステの音がするわっていう印象でしたけどね、まあそんな感じでね、結構いろいろ渡り歩いてきた中で、スピーカーとは何ぞやみたいなことをいろいろとこうね、まあ歴史も含めて紐解いていきますとですね、これです、これにねぶち当たるんですよ。スワンっていうスピーカーなんですけど、あのまあ、日本のね自作スピーカーの、まあその博士みたいな天才みたいな、長岡哲夫さんっていうね、人がいるんですけど、もう今はもうあのお亡くなりになってるんですけど、この人がねスワンっていうスピーカーを発明するんですよね。このなんかすごいね、これでかいんですよ。これもう身長に近いぐらいね、ちょっとちっちゃな子供ぐらいはあるんですよね。こういうスピーカーの音をね、秋葉原のねどっかのなんかオーディオショップでね、僕は耳にするんですよ。その時に本当に衝撃を受けまして、なんやこれはと、マジすごいんですよ。まあ、当時ってまあ、ここにフォステックスのね紙のねコーンのユニットが入ってて、でそれってね低音出ないんですよね。だからフルレンジ一発ってすごくいい可能性を持ってるんですけど、低音が出ないもんだから、だからこんなねでっかい箱で
こううまく共鳴させてですね、ちょっと低音の出にくいスピーカーでもここで共鳴させて低音を出すっていう、それでフルレンジ一発で全体息を聞かせるっていう、こういうね、スピーカーをね当時開発した、まあちょっとある種の天才だなと思うんですけど、これでミックスしたらどうなるんだろう、絶対楽しいだろうなと。それまでね、どんなそのね渡り歩いてきたこのスピーカーとも違うその解像度、あここでライドが鳴ってるみたいな、ここでウッドベースがちょっとブチブチいってるみたいな、あここにピアノがあってみたいなね、いわゆる当時点音源って言われてるんですけど、点の音源ね、低位感の素晴らしさで空間表現の素晴らしさみたいなものに衝撃を受けましてですね、けどスワンこれ高いですしね、こんなもう手作りスピーカーですからね、これ一体10万ぐらいとかしてたんじゃないですかね。それも普通に流通されてるわけじゃなくて、そういう専門の職人さんみたいのが作ってヤフオクで売ってるみたいな、そういう世界なんですけど、まあ、ここにね詳しくはうちのページにねテキストでね書かせてもらってるんですけど、これってまあ普通のいわゆるモニタースピーカーって 2way 方式って言って、ついた広域だけを出す部分と低音だけを出す部分、この2つのスピーカーに分かれてるんですよね。ここが濁ってるってここに書いてるんですけど、このねクロスオーバーっていう部分があるんですよね。その低音だけのスピーカーが役割分担する帯域と、この広域のスピーカーだけが役割分担をする帯域とですね、でもここってこう被るわけですよね、どっか重ならないと。この重なる部分でね音が濁っちゃうんです。なぜならば2箇所から音が出てるから、位相差っていうね、その2つのスピーカーから耳に入ってくるその距離が、例えばスピーカーちょっと上に置くとこっちの上のスピーカーがちょっと遠くなるわけじゃないですか。下に置くと低音のスピーカーの方が耳からちょっと遠くなる、そういうことでもうね微妙なこう濁りが出てくるんですよね。でワンウェイ方式、このフルレンジ一発の方の耳に慣れるとですね、ああ2ウェイの音だなっていうのはもうすぐね分かっちゃうぐらい、どっか無理してるんですよね。だってマイクって低音用マイクと高音用マイクあるわけじゃないですか。ボーカルだってドラムだって全部1個のマイクで撮りますよね。でそれをそのまま1個のスピーカーで本当は震わすことがねできたら全然問題ないわけですけど、先ほどお話ししたように昔のスピーカーっていうのは1個のスピーカーで低音から高音から出す、一緒に出すことが難しかったわけなんですよ。技術的に広げるためには広域はやっぱ20キロ以上出て、下もね20ヘル、どうしてもその周波数帯域を、いやそれを1個のスピーカーでやるのは絶対にもう物理的に当時は不可能だったんですよね。だからああいうね長岡さんが無理やりなんとか低音を出すようにスワンを作ったわけですけど、でもそういうことも しなくて、まあこの 2way 方式だったら済んだわけなんですよね。まあ、無理やりこの低音用高音用と分けて、まあなんとか可視聴域全部聞こえるようにするっていう、まあそういうふうに作られてたのが 2way 方式なんですよね。でこの 1way 方式っていうのはさっきのスワンなんですけど、1個のスピーカーで全帯域を出す、これができたらば一番いいにこれ決まってるんですよ。だってクロスオーバーないし、もう1個のスピーカーからね、1個のマイクのダイヤフラムから録音された音がそのまま1個のスピーカーで出てくる。で長岡さんっていうのがねやってたわけですが、今やですね、本当当時ですね、私がスピーカーの開発をなんとなく、し始めて、なんとかこの長岡さんのようなスピーカーの解像度をでもうちょっと小さいボディでできないかなと思ってた頃に、だんだんとですねこのワンウェイスピーカーの、機能が向上しだすんですよね。ある意味イノベーションが起きてくるわけなんですよ、このスピーカー作りに。それの一番のきっかけとなったのが強力な磁石が作れるようになったんですよ。まずは当時はいわゆる普通の磁石を使うしかなかったんですけど、もっと強力な磁石っていうのが生まれてきたんですよね。強力な磁石を使うとこうスピーカーの高音をより強く震わすことができるんですよね。そうすると低音が出るんですよ大きな振り幅が必要だったんですけど、低音を出すためには。でも当時は非力なあの磁石しかなかったから、大きく震わすためには紙を大きくするしかなかった。高音自体を大きくすることで、ブンブン動くようになんとかしてたわけなんですよね。でも高音が大きくなると今度は低音、広域が出なくなってくるわけですよね。でも
ある頃から2000年ちょっと過ぎた頃から強力な磁石が生まれて、ちっちゃいスピーカーでもブンブンスピーカーを震わすことが徐々にできるようになった。なおかつもう一つ技術開発として、すごく薄い高音が作られるようになったんですよね。当時はもう紙しかなかったんですけど、本当アルミ蒸着のなんかすごい薄いやつとか、ちょっとビニール的なポリプロピレンというんですか、そういうのですごく動きやすいスピーカーの高音が開発されるようになって、それとその強力な磁石と相まって、小さなスピーカーでもブンブンこう震わすことがですね、できるようになったっていう技術革新が起きてくるわけです。僕いろんなねスピーカーのユニットをやはりですね、もちろん日本はフォステクスっていうね、まあ、スピーカー、自作スピーカーのメーカーありますけども、各国でね、台湾のメーカーだとかイギリスのメーカーだとかね、いろんなメーカーがそういう新しい素材を使ってこのフルレンジ一発のスピーカーを作り始めた時代があるんですよ。それにちょっとですね、私も興味を持って、そういうスピーカーを世界中からですね、こう購入したりしてですねこの ちっちゃい箱に入れて試してみたらいけると思ったんですね。あ、フォステクスの古い紙のスピーカーのカサッカサの音とはちょっと違うぞということに気づきですね、でいいセットアップが見つかったんですよね。これ中の吸音材のをどうするかとか、ベストバランスが1個作れたってことで、これはいけるぞと思って自分で作って作業をし始めたわけですけども、これはねもう戻れないなとこれは気持ちいいなと思いましてですね、でそれをまあ、スタジオで使ってましたら、まあ、お客さんの方から何これって感じで、私にも譲ってくださいみたいなこう話になって、まあ、そこから初めてうちでねオリジナル機材を売るっていうのを始めたわけですね。はい、だからスピーカーがねアマテラスブランドっていうのは元祖なんですよ。当時はけどアマテラスって名前じゃなかったと思うな。でそれの1代目を作って、1世代目って言えばいいんだね、1世代目を作って、で2世代目3世代目、ちょっとずつね技術革新とともにですね、そのユニット自体が、良いものがやっぱり出てくるわけなんですよね。ユニット自体これうちで作ってるわけじゃないです。こんなね精密なやつを自社工場で作るわけにはいかないので、ね、何億っていう規模のあれがいるんで、だからその世界中のいくつかの良いメーカーが、まあ、トランスと一緒ですよね、ニーブクのねが、作ってる良いスピーカーユニットっていうのを見つけては、でまたその年代によってはちょっといいものがまた出てくると、より洗練されたものが出てくるというものを逐一試しながら、あ、これはちょっとまた一皮むけたぞみたいな、ね、よりもっと低音が出るようになったんじゃないの、このちっちゃいのだけで、というのをですね、世代交代をちょっとずつしながらようやくですね、これは本当にね、いやそれより前のもいいんですよ、もう今でもね、その当時買ってくれた人がねから連絡が来て、使えば使うほど鳴りが出てきます、未だにすごいいいです、使ってますみたいな、2世代目ぐらいの人ですかね、ご連絡いただいたりしてね、それってまあ確かあるんですよ。スピーカーってですね、使えば使うほどよりこのビュンビュン動くようになるんですよね、こうこなれてきて動きやすくなってくる、それによってより低音が出てくるっていうね、その経年変化っていうんですかね、そういうのがまあ起きやすいのはスピーカーでもあるんですけど、もうねこれはね買ってすぐすげえ低音から高音から全部出ます、超クリアです。なおかつフルレンジみたいなその濁り部分がないから全部見えるんですよね、音の出口です、いわゆるあなたのキャンバス、目の前のキャンバス。スピーカーだから大きい音出せないんですよねっていう人も多いと思うんですけど、これそんなに大きな音出す必要ないです。割とねそれこそニアフィールドスピーカーではあるので、もちろん遠くに置いても全然鳴るんですよ、割とこう本当デスクのね近くに置いて、でただ高さはある程度合わせた方がいいですね、で横置きにこうやって置いても大丈夫です。うちの1階のスタジオはこう横に置いてますからね、この写真の感じで縦じゃなくてこれを横にして置いてます。で近くで程よい音量でヘッドホンがちょっと大きな音が出て、耳元から聞こえますみたいなイメージで、使ってもらえればそんなにね近所迷惑になることは少ないぐらいで使えます。いや僕も自宅の方でもね、ここ自宅なんですけど、ここでもね、まあ普通のマンションなんですけど、普通に最近ここでマスタリングすることも多いですからね、ミックスとかも含めてね、できちゃいます。そんなね爆音出さなくていいんですよ、このスピーカー程よい音量で全部見えます、というわけで基本アマテラスブランドは
安売りはしないです。安売りというかできないんで原価率 50% 以上、このスピーカーの場合もともとね、もっとです、ほぼほぼ、まあ、7割ぐらい原価ですねやばいんですけど、その上この度、15% オフにさせていただきます。このねスピーカー単体ののみだけです。このアマテラス9012MZ のパワードセットっていうね、パワーアンプがあのついてるセットがあるんですけど、パワーアンプはもう自分で買ってくださいね。ないしは自分が持ってる、パワーアンプもし持ってたらね、オーディオ用のご自分が持ってるねマランツとかのオーディオ用とかね、アムクロンとかでも全然いいんですけど、スピーカー単体、もちろんペアですけどね、これのみに限り、15% オフというのを、期間限定で、今年いっぱいぐらいはねしてみようかなと思ってます。これ本当にね一回これ使ってほしいんですよ。なんでじゃあ今のねフォステックスさんなりヤマハさんなりがフルレンジのスピーカーを作らないんだろう。俺これ作ったら絶対もう真似されるだろうなとね、本当これを開発した当時思って、やべえなこれ特許とか取れねえかな、でもこんなシンプルな構造だから特許取れねえしなそもそもねだって別にこれってあの古いラジオとかってねフルレンジ一発だったんでね、もちろん低音出ませんけどね、だから特許なんか取れるわけないし、けどきっとこれ真似されるだろうなと思ってたんですが、未だにどのメーカーもついてきてませんね。なぜなんですかね。やっぱり見た目がいろいろ考えたんですが、見た目がこれ1個ってどうなの。やっぱりなんかスピーカーにこうねいくつもこう低音用中音用こういうのがいっぱいついてた方がなんかすごいそうじゃないみたいな、なんか見た目の見た目のあれかなとかね、まあ、よくわかんない、なんでついてこないんだろうっていう。ヤマハさんとかこういうの出したらねうち一瞬で潰れちゃうと思うんですけどまだ誰もついてこないなまあある意味ねこれって原点回帰だけど、原点回帰が実はイノベーションで良くなってきたってやつなんで、こうやって今説明するだけでなんかね15分かそれぐらい費やしちゃいましたけど、まあ、これぐらいこれがいいんだよっていうのを伝えるのに長い話になっちゃうからかなとか、あと、まあ、今はねこのね 9012MZ はね30キロぐらいまで上も出るんですよ下もね50、60ぐらいも、いわゆる普通のヤマハとかの今売ってる現行品のモニタースピーカーと何ら変わらない周波数帯域をこれ一発で出せるようになってるんですけど、まあ、ちょっと前数年前これがね出せる前ってやっぱ周波数特性20キロが限界でしたよね。上はね数値的に 2A のスピーカーだったらなんぼでも上げられるんですよ。だって広域用低域で分けてるんだから、周波数特性を数値で見た時にあこっちのスピーカーの方がねこう広いからいいんちゃうみたいな、まあ、数値を上げらんない、数値を見て買う人がやっぱいるわけなんで、そういう意味での見栄えも良くないしってことで作んなかったのかなとか、ある意味パンクなね、パンクなというかブルースなというか、こう原点回帰をより良くしたみたいな、で、まあ、あのアマテラス哲学のねなかなか理解されないんじゃないかなと思いつつですね、でもほんまにいいんすよ、まあ、ぜひこの機会にね使っていただきたいと思っております。でなおかつ今ですね、今日これが収録しているのが2021年11月25日で、今日中にこの動画を公開しようと思うんですけど、ちょうど、明日からです、26日からなんとベースさんが全品 10% オフっていう恐ろしいキャンペーンを、80時間限定で、84時間ですね、限定でスタートしました。これ初めてですね、ベースさんが今まで 5% オフっていうのは僕経験あるんですけど、 10% オフっていうのが初めてですね、ついにやってきましたね。ブラックフライデー2021年、11月26日金曜日のお昼の12時から、11月29日月曜日23時59分まで84時間限定で 10% オフのショッピングクーポンというのをベースさんが発行してくれますので、なんと、まあ、逆にねもうこれもうベースさんがそこまでやってくれるならね、ベースさん 10% オフっていうと絶対ベースさんの儲けないんですよ本当に手数料はもっと安いですからね。このねベースさんのねこの気合を私もね、まあ、乗っかりましてですね、うちも 15% オフにします。なので 15% オフでこれが1ペア
102,400円もともとだったやつがうちが 15% オフガツンといきますので 87,040円になりまして、その上これにベースの 10% オフが合わさるわけで 78,336円になります。これね、まあいいんです、もうぜひ使っていただきたい。このねフルレンジ一発の世界に入ってきてほしいんですよ。そうすればいろんなものが分かります。私のミックスマスタリング講座とかもですね、本当の意味が分かるみたいなところもあるかもしれませんしね。まあそんなわけで、もしちょっと大量に注文が来る可能性もあるので、その場合在庫数はちょっと限られてます。在庫数以降はちょっと遅れて発送みたいな、まあ、確実にお送りはします。もしかしたら来年の発送とかになるものが出てくるかもですけど、ある程度は用意してますの でもちろん相変わらず、業界最高の原価率、もう今回ね原価率なんてちょっとうち儲けあるのかなぐらいな感じでございます。で3週間の返品保証と、まあ、長期保証ね、もしておりますので、モニタースピーカーは3年です。それと当然この 10% オフクーポンはカフェオレーベルの商品、10万以下の商品でしたら全部使えますので、もちろん、ニーブ君とかね、マイクプリ、ファンタム電源、トータルモニターコントローラー、サイレントキャビネットは10万超えるからダメですけども、あとグルーヴアーティストアカデミーの各種講座類も 10% オフになります。このね私のこうミックスマスタリング講座ですとか、木村先生のベースグルーヴプログラムね、一生もののグルーヴ感を手に入れよう、最近ね最新でリリースされまして、思ったより大人気で、ありがたいことにすごくたくさんの方がね学んでいただいているこのねアコースティックブルースギタープログラム、こちらもね、10% オフになりますので、こちらも興味ある方はぜひご確認ください。というわけでシュガーフィールズ原でした。またね。